かと言いますと、これエビデンスであるというものですね。科学的証明、科学的根拠とかっていう言い方をするんですけども、これどういうことかというと、体の中の血液成分データとかまで取ってるんです。で、科学的っていう言葉なんですけども、これは再現性があり普遍性があるというんです。だから条件さえ整えば、ね、ここで起こったことと地球の裏側ブラジルでも同じことが起こせるよっていう話です。そういう治療法ですね、はい。で、坂戸先生これで論文を取りました、論文を作りました。で、論文を上げて、これ発表、論文は1本発表していて、